皆さんこんにちは。今シーズン大分トリニータを指揮させていただいた片野坂です。多分皆さん知ってると思いますけど本当に今シーズンホームアウェーかかわらずたくさんの方がトリニータのために声援していただきました。本当にありがとうございました。J3 に関わらず昨年と同様スポンサー様、企業様本当にサポートありがとうございます。また外人ドームでもボランティアの方々が本当にサポートしていただきました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。我々トリニータはたくさんの方に支えられてプレーできてます。その思いをこれまでも続けてやってきました。そして今日栃木負けたらしいです勝ち点同じなんですけど首位に立ったみたいなんですけど、まだ我々は掴み取ってません。先ほどロッカーでも選手にしっかり釘を刺してきました最後のアウェー鳥取戦、ここで絶対に最大値出して勝ち点3取って J2 復帰します。こういう気持ちで最後戦ってくれると思います。あと1試合どうか変わらぬサポート、ご声援ご支援どうかよろしくお願いします。